アメリカ海兵隊の原子力空母3隻と強襲揚陸艦2隻が朝鮮半島近くへ集結しているそうです。これは言わずと知れた空母打撃群による編成で、最新鋭ステルス戦闘機の F-35B と F-35C までも艦載されているとか。今回は朝鮮半島付近へ集結したアメリカ海兵隊の意図について見ていきたいと思います。F-35C ステルス戦闘機が着艦事故を起こしたという情報も入っていますが、これについては別の機会に。2022年1月24日のネット配信記事によると、韓国メディアの中央日報が、アメリカの空母3隻が北東アジアに集まっている。その他に軽空母とみられる強襲揚陸艦2隻が朝鮮半島から遠くないところにいると報じ、ミサイル発射を繰り返しとしている北朝鮮への警告の意味合いがあるのではないかと推理しています。それによると、アメリカの軍事専門メディアのアメリカ海軍研究所が、2022年1月18日現在西部太平洋地域に展開しているアメリカ海軍の部隊は、空母打撃群 CSG が3個、空母カール・ビンソン、エイブラハム・リンカーン、ロナルド・レーガン遠征打撃群 ESG が1個、両用即応群 ARG が1個というニュースを発信したということです。空母打撃群というのは、文字通り、航空母艦を中心とする戦闘単位です。空母1隻、艦載される航空団の他に、対空レロガ級ミサイル巡洋艦、CG が1隻以上、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦が2隻以上、攻撃型原子力潜水艦、SSN が1隻もしくは2隻、補給艦、TAOE、一隻が基本構成とされていますが、空母打撃群の任務に応じて、柔軟に編成は増減されるようです。なお、空母打撃群を構成する艦については、固定ではなく、艦ごとのメンテナンス計画などのサイクルが異なるため、臨機応変に変更されるそうです。航空団も、その組み合わせは、固定ではなく、故障などのトラブル発生で、別の空母に乗り換えるということもよくあるそうです。両用即応群ですが、海兵隊の海外遠征部隊 MEU と、その部隊の運搬用海軍揚陸艦による水陸両用船隊ハイブロンで編成され、海外編成部隊 MEU は、歩兵1個大隊と砲兵中隊、軽装甲偵察中隊による地上部隊 GCE と輸送、支援するための航空戦闘部隊、エースと後方支援部隊、LCE による2300名規模の部隊ということです。水陸両用船隊の艦艇は、強襲揚陸艦、LHA もしくは LHD、ドッグ型輸送揚陸艦、LPD、ドッグ型揚陸艦、LSD が、各々1隻ずつで構成されることになっています。この両用即応群だけでは、海兵隊が上陸作戦を展開する際、海上からの火力支援や、敵艦が出現した際の対水上打撃能力が不足していますから、以前は空母打撃群が援護することが想定されていました。しかし、近年は空母打撃群の任務出動の増加に伴い、強襲揚陸艦に F-35 ライトニング2の垂直、短距離地着陸型、ストーブルである F-35B 戦闘機を搭載して、航空戦力とし、水上戦闘艦3隻の水上戦闘群に、攻撃型原子力潜水艦1隻を加えて編成されたものが、遠征打撃群ということになっています。海事の発表によれば、2022年1月17日から22日にかけて、空母カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンそれぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが沖縄南方フィリピン海上で共同訓練を行ったそうです。アメリカ海軍も
自由で開かれたインド太平洋地域を守るため、日本の海上自衛隊護衛艦との共同訓練を実施したと発表しました。この共同訓練に、空母2隻以外に参加したアメリカ海軍の艦艇を紹介します。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクシャンプレーン、モービルベイ、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦チャフィー、グリッドレイ、スプルーアイス、強襲揚陸艦アメリカ、エセックス、そしてドック型揚陸艦パールハーバーと見られています。個人的な感じ方ですが、パールハーバーという名前の艦艇が存在するんですね。まあ、1945年8月6日、広島に原爆を落とした爆撃機にエノラ・ゲイという機長の母親の名前をつけるぐらいですから、アメリカ人の平らかさというか、無神経さは、島国日本人には理解が難しいようですね。さて、この共同訓練が終わった翌日の23日には、台湾の防空識別圏に中国軍機の編隊が侵入しました。編隊の内訳は、殲16戦闘機24機、殲10戦闘機10機、Y9 輸送機2機、Y8 戦哨戒機2機、そして、核爆弾が搭載可能な H6 爆撃機1機ということです。今年になって最大規模の39機の侵入と台湾国防部が発表しました。日本とアメリカの共同訓練に反発した動きか、もしくは訓練情報の収集が狙いではないかと推測されますが、当然ながら中国からはこの動きについてのコメントは何も発信されていません。空母カール・ヴィンソンとエイブラハム・リンカーンは、訓練が終わると、それぞれの空母打撃群を率いて、23日に南シナ海に展開しました。そこで、対潜、対空、対水上艦訓練などを行ったのですが、アメリカ海軍は、同盟国へ安心を与え、有害となる者に対抗し排除する決意を示すためと表明しているようです。また、強襲揚陸艦エセックスは、2012年、平成24年までは長崎県の佐世保基地所属だったのですが、今回はサンディエゴから参加しました。さらに、アメリカ軍横須賀基地で整備を続けている空母ロナルド・レーガンは、いつでも出航可能状態と伝えられています。状況次第では、東アジアにアメリカ海軍空母が3隻も展開されることになるわけです。この状況は、2017年、平成29年、11月、北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返した時以来ということになります。当時は、ニミッツ、セオドア・ルーズベルトの2隻がアメリカ本土から来訪、ロナルド・レーガンと共に日本海で軍事演習を展開、韓国海軍艦艇もここに参加していました。今からですが、空母の名前ニミッツもルーズベルトもレーガンも大統領の名前です。韓国のメディア朝鮮日報の記事によると、この状況を受けて、3隻のアメリカ空母が出動し、2017年に続いて北朝鮮に警告を発していると解釈していていると思われますが、今回は演習を行っている海域がフィリピン海及び南シナ海ということや、韓国海軍には及びがかかっていないという事実から考えると、中国への警告であることは明白で、北朝鮮はそのおまけと見られるのです。中国は、間もなく、北京で、冬季オリンピック開催を控えていますから、軍事活動は、ここ最近音沙汰なしですが、オリンピック後にはどうなるかは、わかりませんね。ロシアによる、ウクライナ情勢の緊張が高まっている現在、ロシアと中国が、ユーラシアの西と東で、同時に暴発した場合、太平洋の彼方のアメリカが、一体どこまで対応できるのか不安はあります。そして万一にも
中国の動きに同調して北朝鮮が暴発することになれば、もはや日本を戦争に巻き込むなと叫んでいる場合ではなくなることは言うまでもありません。アメリカはすでにウクライナと台湾それぞれの有事に対応すべく動き始めています。東欧へ放とう即応部隊にアメリカ軍を増派する準備を進めていますし、台湾防衛のために3個空母打撃群を展開しているのです。さらにウクライナ大使館員の家族や在留アメリカ人への退避指示を発し始めているようです。一方、日本はどうかといえば、ウクライナ兵、渡航中止勧告を出しただけで、在ウクライナ邦人への退避などは行っていません。このままでは、アフガニスタンの二の舞を踏むのではないかと危惧する声も上がっています。台湾有事への備えとして、自衛隊部隊の展開や基地を建設しようにも、反対の声に政府が及び腰とも感じられるため、政府を焚きつけようとする人たちが反対する人に誹謗中傷をぶつけるといった国民が分断されつつある最低の状況が生まれようとしているような危惧を覚える人も少なくありません。ただし、その原因はひとえに国民へまっすぐに向き合おうとしない政府にあるように思われます。こういう状況だからどうしても防衛手段が必要だ、原子はここから出すといった説明がないまま、中国へ対抗しなければ、北朝鮮のミサイルを防がなければ、だけでは、血税を払っている庶民は納得しないと思いますけど。